巨人落合43、301、376の113、21本86打点 OPS、924。FA で巨人へ、1994-41540打席、284-147の125-15本68打点 OPS、815、1995-42483打席、311-399の124-17本65打点 OPS、895、1996-43448打席、301-376の113-21本86打点 OPS、924。地味にすごいよな。なんだこのおっさん。金本でも40超えたらしなしななのにな。当時は280-15本、しょっぽっと思ってた。出塁率とか長打率とか知らんかったし、落合はしょっぽと思ってた。子供の頃は出塁率？何それ？だったわ。新聞だと打率しか表記されんし。冷静に考えたら、死球は脳幹みたいな扱いだった時代ってだいぶ頭悪いよな。まあ今でもスポナビとかでは打率しか記載されてなかったりするけど、今の巨人にこの年でこの成績残せるやつおらんやろ。巨人以外でもいねえよ。そもそも今年これだけの成績残せそうなやつが。昔のプロ野球って本当におっさんが打ちまくってて驚く。今はもう無理なのはやはり投手レベルが上がったからだな。年取ると速球に振り遅れてたり見えてなかったりするな。